よし、とりあえずこんなものかな。おーい、こっちは荷造り終わったでー。お、サンキューピカさん。いやー、それにしても、とうとうこのガラルの血ともお別れの時か。そうだねー、発表当初こそはリストラとかで物議を醸した剣盾だったけど、環境の変化が多かったのもあってなんやかんや最後まで楽しめたよね。特にザシアーノはヤバかったよなー。あいつ SV では弱体化待ったなしやろ。まあそもそも SV に内定するか怪しいと思うけどね。まあ、なんやかんや DLC とかで出るんじゃないの？伝説のポケモンなんだし。あ、ルミア、そっちの片付けも終わった感じ？うん、バッチリだよ。よし、あとは業者さんが来るのを待つだけだけど。その間暇になるな。よし、4人でババ抜きでもやるか？じゃあ、部屋のシミを数えるゲームでもする？楽しいよ。いや、それ本当に楽しいか？楽しくないよ。うん。何かいい暇つぶしはないものか。ピカさん、あんたの友人を今から集められない？え、なんや急に。まあできると思うが。何かいい案でも思いついたの？お兄ちゃん。ああ、せっかくだしやってみたくなっちゃったんだよね。思い出作りバトル。いやでかいでかいでかい。もうちょっと自重してくれや頼む。というわけで、剣盾最後の対戦パーティを紹介していくよ。まずはうちの看板ポケモン、ピカさん。今回の Y は SV から密輸入してきた空を飛ぶ型。ダイジェットで素早さを上げて無双。やっちゃいますぜ。多分剣盾で空を飛ぶピカチュウが配布されなかったのはこのせいなんだろうな。続いて本パーティの起点作成要因、ボスゴドラ。よくあるテンプレのイバン型やな。一応上に曲振りしてるのでモロハの頭突きの火力もバッチリ。アタッカーとしても意外と侮れないのが特徴だよ。次にパーティのマスコット枠、ルリリ。お、こいつもしかしてあの令和相棒杯で迫真のプレゼントを披露したあいつか？ふっふ。あの時は火力欲しさにプレゼントとかいう意味不明な技を使っていたけど、今回は私のメインウェポン、ステミタックルを搭載、圧倒的な火力で全てを蹴散らしてみせるわ。インセクテラぐらいの火力しかないけどなあんた。あの非常に盛り上がってるところ悪いんだけど。ん？なん？どうかしたの？今回のお前、ミスで努力値振られてないよ。は？そしてお次はみんなのアイドル、マホイップちゃん。やっほー、今日はよろしくね。実はこのマホイップ、以前動画でマリサに改造されたあのマホイップが浄化された姿だったりするで。ちなみに私が浄化してあげたんだよ。今回は純粋な耐久運用、期待してるよマホイップ。ふふ、助けてもらったお礼はちゃんと返さないとね。そしてうちのもう一人のメインアタッカー、ポリゴン Z。へぇ、CS ぶりなのにトリル覚えさせとるんやな。今回のパーティは全体的に素早さが低いからね、切り返し用に入れてみたよ。そして最後に私が地味に好きなポケモン、ギルガルド。ふ、私の大いなる力でマスターに勝利をもたらしてくれよ。おい、最終回でこんなめんどくさそうな新メンバー入れんなや。ということで、この愉快な仲間たちで、剣盾最後の思い出作り、やっていくぞ。このパーティ、地面タイプがゲロきつそうなんやけど、大丈夫なんかな。おっしゃ、まずはピカさん頼むぜ。いきなり始まる感じなん。お相手の初手は水裏オス。まともにやれば水流連打でワンパンだね。どうするの？ここはガルド班に交代もありやけど、ダイジェットで気持ちよくなりたいからダイマするわ。ダイマをする理由があまりにもひどすぎる。まあ見とき、ここでウラオスをワンパンしてワイノさん盾劇場を見せてやるから。こいつに耐えられてんじゃねえか。これは開始のインファイトでワンパンね。あなたのことは忘れないわピカさん。おい、ちょっと待ってくれ話。あれ？お相手さんここでまさかのビルドアップ。だけど素早さが抜かれている上に悪手でもピカさんは起こせないから。つまり、カクカク。ってこと。そんなチーカはやめろ。さあいつの間にか交代していたアスロイドがダイマックルに変えて粉砕。ふっふ、今のワイはアシュラスら凌駕する存在。もちろんバジャーノは上からワンパンして、最後にゴルテッカーでフィニッシュやでー。お、なんではないか。初手が今から3タフとは。いやー、お相手さんのプレイにも助けられたが、めちゃくちゃ気持ちいい勝利やでー。さあ、サクサク行くよ2戦目。お相手の初手はサニーゴ、あれちょっと待ってくれ、原種魔法剣。だ、確か原種サニーゴには噴火の奇跡の効果は乗らないはず。一体どんな運用をしてくるんだ。うちのパーティには脳筋しかいないの？やっぱり大火力は正義だって、はっきりわかんだね。問題はサニーゴの行動だけど。なんか偶然ミラーコートかわしててきた。その後、交代してきた弱しを一撃で粉砕したポリゴン Z さん。しかし10万ボルトを搭載していないことがバレ、結局ミラーコートで倒されたのであった。そして満を持して私参上。さすがにここまで削れていれば無振りでも。何これ？
私の番、一杯積んで要塞になっちゃうぞ。お相手さんの初手はギガイアス、砂嵐が発動してないってことは頑丈確定だね。とりあえずここは溶けるから入っていくよ。ギガイアスは基本物理型やしな、妥当な判断や。それに今回の私は HB に努力値を割いてるから物理耐久も万全。お相手さんの最大打点でも。ご覧の通り、余裕で対処しますからね。935の大爆発を以下もたらす受け切りとは、さすが妖怪ポケモン、ガユベッカ。そしてお相手さんは爆散したギガイアスに代わってメンドールを繰り出してきたわけやけど、メンドールは火力がないことで有名なポケモン。ここは瞑想で攻撃面も強化していくよ。あらや、こうなってしまってはお相手さん相当厳しいんじゃないのかしら。と、ここでまさかのダイマックス。あ、確かに急所ダイアースとかならワンチャン狙えるからな、悪くはないな。だけどそれは分の悪いことなんじゃないかな。見てなさい、軽く受け止めてあげるから。硬すぎんだろ。これなら余裕でダイマを枯らせそうやな。急所に当たらん限りは。ちょっとクラブ立てるのやめてもらっていいですか。その後特にクラブを回収することなくダイマは状態切ったまこいつさん。その間にも悠々と溶けると瞑想を積んでいき、最終的にはこうなりました。バケモン誕生しててくさ。さあいよいよ攻撃の時間、覚悟しなさいよね。あれ、まあここでね、ボールが散っても問題ないが、次のターンにおそらく耐えてるであろうエースに最高の一撃を叩き込めばいいだけだしね。というか大爆発のダメージをここまで抑えられてるの冷静に考えるとヤバすぎでしょ。ほら来た相手の本命シルバディ、さあ私の火力に驚きなさい。あの、私の攻撃はないです。任せたな、ミナモシュン。ここからは私の無双タイムだ。勝つもっするがいい。本当に何なのよこいつは。どれ、まずくはじめに私の圧倒的な耐久力をお見せするとしよう。いや言うて圧倒的ではなくね。まあ慌てるな、これはさすがに急所だ。そんなことより、弱点を吹かれたことによって私の防具弱点補正が発動。これによりただでさえ高い私の火力がさらに上昇。ここから放たれるタイプ1ラスター可能は、釣り花ごとき一撃で粉砕可能。普通に耐えられとるやんけ。まあ落ち着け、ここは壁打ちで安全に落とせるから実質一撃だ。そんな理屈が通ってたまるか。そして相手の2倍では、呪いポケモン倍になった。私のラスターカノンを見せ置きながら岩タイプのポケモンを繰り出してくるとはな。望み通り一撃で葬ってくれよう。いや予定力宣言してるところ悪いんだけど、今回のお前素早さ加工補正入ってるから絶対抜けないぞ。というかそもそもダイマと砂込みでラスカは耐えられるだろうし、なんなら逆コが発動して負けると一直線だよ。では、私は一体どうすれば？かわいそうだけど、ダイマからしの生贄になってください。おい、ちょっと待って。キングシールドをしていなければ死んでいた。よしよし、ここで耐えれたのはでかい。あとは影打ちでちょっと被って。ダイアースで死んで。Y が美味しいところを持っていくってわけやな。まあ、結果的にそうせざるを得なかっただけなんだけど。まあ、とりあえず万人のダイマを枯らすために大ボールをして。あとはダイマックルで火力を上げながら処理完了やな。ただ、これ裏のポケモンがボーマンガだったら普通に負けそうなんだよな。威嚇もあるし。まあ、そこはお祈りするしかないな。お相手さんラストはガチボラス。オッションはいいのかし。よーし、ナイスダッカさん。いやー、未然の活躍の機会を与えてもらって、悪いな。大丈夫止まんで。まさか今ので私の出番が終了なんてことはあるまいな。いやごめんて。ほら、今回はエース運用してあげるからさ。うん、まあいい。今度こそ私の実力を見せてやろう。まずはラッカーカノンでマッチ組を倒して。自分で敵か積んで積んでもワンパンして。最後の3組にもワンパンして終了だ。あまりにも無双しすぎててくさ。その後もなんやかんや勝ち星を上げていった思い出作りパーティー起動。しかし、人生山のあれば谷もありけり。なんで急に古文を使い始めた？ということで、ここからは負け試合をダイジェストでお送りいたします。いや別にそんなん未然。それでは、スタート。おい話しつけや。よー、暗い
このダメージ。あまりの弱さに相手も腰を抜かしちゃうね。いやー、思ったよりきつい相手にはきついもんで。むむむ、だけど今回の相手はタイプ相性的には圧倒的に有利なバンビラス。弱点技も切って感じね。ちょっとそれは話が違うじゃん。まっ、暇だよ。さっきは君で強引に突破されただけ。もう一回やるわ、私だ。笑っても泣いてもこれがケンタテ最後の試合。みんな、ここで勝って気持ちよくカルデアツ校に行くぞ。おー、まあ、私やボスゴドラは内定が決まってないから新天地に行けるとは限らないがな。それに、ここで素直に勝たせるほどうちのチームは甘くないですよ。あ、あんたはいつもの人。本当名前ですら呼ばれなくなったんだが。ということで最後の戦いはケンタテで長いことお世話になったデシカンさんとの6対6のフルバトル。思えばこのチャンネルのポケモン動画、デシカンさんとのコラボ動画が大半を占めているのよね。つまり、私とデシカンさんは切っても切り離せない関係。え、そうなの？最後まで仲良く遊びましょうや。とりあえず選出の話に戻るが、これ、ガブとデスバーンが死ぬほど重いな。どうするん？一応ポリゴン Z にタスキを持たせてあるし、1体は問題ないけど。まあフルバトルで選出を考えても仕方ないか。とりあえず、初手はステロ巻いたりいろいろサポートできるボスゴドラから行こうと思うよ。それじゃ対戦までカット、なのか。それではデスカンさん、対戦よろしくお願いします。デスカンさんの初手はデスバーン。置き土産やトリックルームなど苦戦作成能力が高いポケモンだね。デスバーンか。私、ケンタテ末期のダブルでデスバーンをエースに据えた。ルイバーンって構築のパーテを使ってたから、そこそこ思い入れがあるんだよね。あ、あれやろ？ルリリの力持ちをデスバーンに渡すやつ。そうそう、圧倒的な火力で敵を粉砕できるから気持ちいいんだよね。SV でも内定しないかな、デスバーン。さてと、試合の方だけどボスゴドラはステルスロック。デスバーンはトリックルームを展開してきたわね。これどっちの方が遅いんだ？確かデスバーンの S が30でボスゴドラが50だったはずやったから。つまりここは自信読みでメタルバーストが安定ってことだ。おい、なんでこっちが先に動いてんだよ。あのデスバーンもしかしてエジッパリかワンパク個体だったりするんかな。いくらうちのボスゴドラが再起個体とはいえ、素早さに加工補正がかかっとれば先制してるはずやし。で、向こうから飛んできた技はポルターガイスト。ボスゴドラ相手に打つってことは、これもしかして自信切ってたりするのかな。いや、単純にメタバのダメージを抑えるために打ったんちゃうかな。ボスゴドラの頑丈メタバは有名だからね、警戒しててもおかしくはないかも。だが結果的にこっちが先制したせいで状況は圧倒的不利。仕方ない。ここはモロハで少しでもデスバーンを削っておくか。あれ、ここで交代。もしかしてあのデスバーン、本当に自信を切ってたのかしら。そしてここで出てきたのはまさかのデスカンハン。ふっふ、皆さんご存知の通り私の物理耐久は天下一品もの。ボスゴドラの攻撃ごとき、たやすく受け、あれこれ次の攻撃で死ぬくね。あの人は、いくら B145 の耐久があるとはいえ、攻撃特化ボスゴドラのモロハに受け出しは無理があるんよな。で、デスバーンさんが戻ってきたわけだけど、ここで出てきたってことはこれ絶対自信打ってくるよな。体力的にもエヴァン圏内に入ってないし、これはボスゴドラは切った方が良さそうやな。ゴアはイラに任せて休みや。ここで切っちゃうのはもったいないけど、仕方ないよね。ということいつら特性めちゃくちゃになりすぎだろ。ミイラになったり魂がさまよったり大変やな、ボスゴドラも。あれ、ここもポルターガイストなの。あ、これは間違いなく自信切っとる動きやな。いや、これなら普通に耐えてくれないか。お、耐えちゃった。さすがは物理耐久最強の一角。弱点を突かれなければその強さは本物やな。よし、ここはポルターガイストとトリルの両方を受け切れるルリリに交代しちゃうよ。ノーマルタイプだからポルターガイストは無効化できるし、トリルでもルリリは S が激オスだから絶対に先制できるようになるからね。いい判断だと思うよ。さてと、ポルターガイストを受けることには成功したけど、
次多分交代してくるだろうな。ポルターガイストしか技がないとすれば、あのデスバーン、ルリリに有効打がないわけやからな。その可能性は大いにありそうや。よし、ここは裏のサザンやガブが出てくることを呼んでポリゴン君に交代するとしますか。仮に居座ってきても霊儀で安全に処せるし、まあ妥当やな。おっと、道連れとは珍しい技を持ってるじゃないの。7世代までは一定数チアがあったけど、8世代では本当になくなったよね。道連れ。正直大魔に道連れが無効なのがきつすぎたんだよな。次回作ではもしかしたら、剣するかもね。ま、そこはテラスタルの使用次第やけどな。デスカンさんは交代なし。一体何を仕掛けるつもりなのか。あれ、お決め上げ？もしかしてデスカンさん、こっちが悪巧み積むの想定してなかった感じか。結果的に無償突破になったな。というかやっぱり自信持ってなかったんだね、このデスバーン。デスカンさんの3番手はギリギリあるか。ギアチェンジと技範囲がかわいそうなことで有名なポケモンだね。まともな物理技3タイプしかないの、本当にかわいそう。ここは当然全ての攻撃を安全に受けられるギルガルドに交代やな。まったく、ようやく私の出番か。待ちくたびれたぞ。で、ギリギリあるはギアチェンジを踏んできたけど、まあ、有効打がないから交代だよね。ふっふ、我の強さの前に統合したか。かわいいやつよ。こいつはさっきから何を言ってるんですか。で、代わりにサザンドラさんが登場したわけだけど、ここのシャドウボールは受けられてしまうが、問題はない。ほう、それはどうしてや。私対サザンドラは相性的には私が不利に見えがちだが、実は怠慢だと私の方が圧倒的に有利だったりするのだ。え、そうなん。まずはキングシールドでシールドフォルムに戻るだろ。うん、耐久力を上げるためには必須やな。で、悪の波動を受け切るだろ。え、お前さんこれ耐えるの。メガネ持ちでも臆病ならギリ耐えれるぞ。うわマジか、硬すぎやろあんた。で、ここで弱点保険が発動。あとはラスターカノンで示してわけよ。本当に一人でサザンドラを処理しよった。絶対化されたとはいえ、やっぱり対面性能は抜きんでてるよね、ギルガルドって。おっと、これ以上は好き勝手に渡せねえぜ。ふ、いてえばいいな。だが私は最後まで仕事を全うさせてもらう。いやお前ら声が似ててややこしいから、どっちかとっととくたばってくれ。で、私は風打ちを打って退場させてもらおうか。さっきまであんなにダダこねてたのに今回は素直に引くのね。さっきはまともに活躍をさせてもらえなかったからな。3立てした今、未練はもうないぞ。じゃ、お疲れギルガルド、ゆっくり休んでてくれ。いや、ここはトリックルームで行こうと思うよ。え、どうして。デスカン班の残りにはまだ無限大なガがおるからな。上から殴り勝つためにはそれしかないってことやろ。ま、そういうことだね。だけどデスカンさんもそれを読んでいたのか、ポリちゃんよりも遅いギリリアルに交換してきたわよ。まあ、ギリリアルに先に動かれる分にはさほど問題ないかな。ギリリアルはギアチェンジ積んでないと火力が足らんもんな。その隙に悪巧みを積んでしまおうって魂胆やな。おおう、随分冴えてるじゃないか、つかさんよ。まあ、ワイもお前さんとは長い付き合いやからな。考えてることくらいお見通しやで。まあそんなに長い付き合いではないと思うけどね。その後作戦通りに悪巧みを積むことに成功したポリゴン Z、 圧倒的な火力を手に入れた彼は、ここでダイマックスを振り勝負に出たのであった。とりあえずダメージ見る感じ、ダイマしとけば耐えれそうではあるけど、ただ怖いのは急所やな。どうなることやら。おい、ちょっと、あ、あぶねえ。なんとか一命は取り留めたか。そしたら反撃だ。行け、ダイアタック。うわぁ、半減のギリギリアルが吹き飛んでった。これがあるからポリゴン Z を使うのはやめられないんだよな。確かに、この破壊力は爽快だろうね。おっと、ここで出てくるんか無限大な。一応ダイアイスを打てばワンパンできるだろうけど、そうするとあられダメージでポリゴン Z もやられちゃうんだよね。ダイアタックじゃギリギリ耐えられそうだし、ここはポリちゃんを切るしかないんじゃないの。うん、こればかりは仕方ないか。とりあえず無限大なはここで倒してくれポリゴン Z。よし、とりあえずラス打ちまで追い込めたぞ。だがまだガブリアスはダイマを使ってない。残りのメンツで果たして勝てるのか。とりあえずお疲れポリゴン Z、 十分すぎる仕事だったよ。で、残ったトリルを活用するために私から入ったわけだけど、果たして無フリステリタックルがどこまでガブリアスに通用するのかしら。ガブリアスさんの体力は約半分、ダイマ込みでも通常時の体力と変わらないから、ここはルリリの火力が試されるところだよ。ふふ、ダイマックス？上等じゃないの。この勝負、私が終わらせてやるわよ。うわぁ。はい。ちなみにこれは余談なんだけど、ちゃんと努力値食ってたらあられ込みで倒せてたよ。本当だか、コマ抜けうんち。
あのガブリアスダイアースを撃ってクビーが上がってるからマジシャズ倒せそうにないな。とりあえず一発耐えてダイマを枯らしてくれれば十分だ。頼むよマコイップ。乙女の根性見せてやるわよ。よしナイスだマコイップ。あとはマジシャでどこまで削れるかだが。というかまた地味に急所に当たっとるやんけ。それじゃ最後に一発。全然削れてなくて草。まあ火力のぶりだしね今回のマコイップ。ラストも死ねにはいっちゅうことやな。任せとき。おいおい、他人の先生はさもないのにどうやって俺様を倒すつもりだ。確かにワイはお前を倒すことはできん。だが、天候ならどうかな。お前まさか。そう、あられのスリップダメージでワイもろともくたばってもらうで。あ、傘のあられこのターンで切れるよ。え？見る下がれ早し今度一斉がなったナッツ。80% ガチャの時間だ。もろ刃が当たれば私たちの勝ち、外れたら負け。頼むぞボスゴドラ。いけよっしゃー勝ったぞー。ね、負けてしまいましたか。いい勝負でした。いやー最後まで勝負がわからないいいバトルだったよ。ということで、今回の剣立て最終回動画、いかがだったでしょうか。いやこれで本当にお別れになるんだねー、剣立てとも。そうだね、長かったような短かったような。毎回世代の終わりにはしみじみした気持ちになっちゃうよねー。ま、最後に大暴れできてワイは満足やったで。次回からは SV での実況になると思いますが、SV では今まで以上に動画を作っていきたいと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。普段は解説動画を上げてたりするから、よかったらそっちも見ていってくれると嬉しいな。じゃ、そろそろ行こうか。そうだね、もうすぐ出発の時間だし。それじゃあみんな、パルデア地方でまた会おうね。では皆さん、ここまでご視聴、ありがとうございました。SV 編でまた会おうな。